中山新平記念館は長野県中野市にある中山新平の記念館。中野市が中野市中山新平記念館条例に基づき運営している。なお、静岡県熱海市には新平の別荘を改築した同名の中山新平記念館がある。大正・昭和期の作曲家、中山新平の生誕100年にあたる1987年、記事の中野市では、様々な記念行事が行われた。7月25日に開館した記念館もその一つである。11月にも記念行事が行われた。2005年には豊田村が中野市と合併、豊田村にある作詞家、高野達之記念館と合わせて紹介されるようになり、相乗効果で高野記念館の入場者が急増した。2013年には長野電鉄を利用して、両館を訪問する利用者向けに割引切符が発売された。初代館長は畑守人であったが、1991年3月に館を去った。2000年4月から館長を務める小古井義行は中野土雛の収集でも知られる元警察官で、館内で開かれる新平の曲の合唱会では館長が率先して歌い、合唱を盛り上げている。館は新平の生家の隣に立つ。入り口には9時から17時まで毎時、新平の作曲した曲が流れて、時を知らせる、仮4ゲートがある。館には2つの展示室があり、第1展示室では、新平の年譜や、全作品の一覧を示した、パネル、手紙や写真などが展示されるなど、映像資料が見られるステージが設けられている。第2展示室には新平から寄贈されたピアノのほか、リスニングコーナーが設けられ、新平の代表曲が映像とともに鑑賞できる。庭には、富山県在住の彫刻家、熊谷貴美子が制作した中山新平の銅像が立つ。この像は開館の際に中野ライオンズクラブが寄贈建立したもので、高さ201センチメートルである。また台座は高さ50センチメートルあり、当時の長野県知事、吉村五郎の揮毫による中山新平の像の銅板がはめ込まれている。また、像のそばには当時の中野市長、土屋武典が揮毫した石踏みが立つ。面積は長野県の博物館による、かつては中学生以下は無料であったが、2019年に条例が改正された。12月から3月は祝日以外の月曜日、12月29日から1月3日、中山新平の偉業を称えるとともに、地域の文化向上に貢献すること目的に、1964年に設立された。1964年8月1日に、中野市公民館で創立総会が開催され、丸山市長を会長として発足した。東京の会の事業である、中山新平記念音楽賞も、同日引き継がれた。高齢化のため会員の減少が著しく、2002年には1000人を超えていたが、2018年時点では600人に満たない。中野市、中山新平記念館条例施設案内、中山新平記念館熱海市、畑守人、中山新平記念館紹介、高井第88号、高井地方史研究会、1989年8月、67ページ。フォトレポート信州の自然が育んだ新平メロディ、中野市の中山新平記念館、経済月報第44号、長野経済研究所、1987年12月1から2ページ。旧中野市との合併効果旧豊田村、高野達之記念館で入場者急増、読売新聞2006年5月7日付、東京本社長官35面。中野の記念館めぐり、割引切符同様、商家名作ゆかりの地、読売新聞2013年3月14日付32面。中山新平の記念館館内パネル。中山新平の記念館パンフレット。畑1992、ピアニッシモ、317から318、好評、歌う館長中野、中山新平記念館の小古井さん来場者と、即席合唱会、読売新聞2000年11月11日付、東京本社長官31面。中野市ってどんな街？文化、偉人誰もが知る日本の童謡、唱歌を作った二人の偉人 ABC、歴史をたどる、中山新平記念館、中経連第74号、中部経済連合会、1997年、11から12ページ。新幹線と音楽交流の輪広げ高岡、トイレの愛好会長野飯山、中野市で合唱、富山新聞2015年10月17日付34面。畑1994、P68、中山新平記念館、長野県の博物館長野県教育委員会編集、長野県文化財保護協会、1993年、225ページ。自治体の文化施設めぐり新平メロディーが時を告げる、中山新平記念館、官保資金、第217号、官保資金振興センター、1996年6月、52から53ページ。中山新平記念会畑1992、ピアニッシモ、18から20、畑1992、ピアニッシモ、20から22、歌い継ぐ中山新平後業績検証の記念会減りゆく会員、若い人も生涯に触れて、信濃毎日新聞2018年12月22日付24面。ありがとうございます。